Google 翻訳者ツールキットは Google 翻訳で自動的に生成される翻訳を翻訳者が編集できるように設計されたウェブサービスであった。Google 翻訳者ツールキットを使うことで翻訳者は自分の仕事を系統を立てたり、訳文、用語集及び翻訳メモリの共有機能を使用することができた。翻訳者は Microsoft Word 文書、OpenOffice、RTF、 HTML、テキスト、Wikipedia 記事をアップロードして翻訳ができた。Google 翻訳者ツールキットは無料で即座にテキストや Web ページを翻訳するオンライン言語翻訳サービスである Google 翻訳によってサポートされた。Google 翻訳は Web インターフェースを通して貼り付けたテキストまたは Web サイトのリンク先を指定することでその場で機械翻訳が得られた。 Google 翻訳が提供するのは、従来のルールベースの解析に基づく、機械翻訳ではなく、主に統計分析により生成された翻訳だった。機械翻訳は Google 翻訳者ツールキットのエディタを使って編集できた。Google 翻訳者ツールキットは2009年6月9日に、Google 社によって公開された。この製品は、2008年8月に発表されたように、 Google 翻訳センターと名付けられると思われていた。しかし Google 翻訳者ツールキットは少し控えめな製品であった。プロジェクトベースに基づくというよりは文章単位のプロセス管理パッケージとしてではなく単に個人で使用するまた新たな翻訳メモリツールとして意図された。Google は Google 翻訳者ツールキットは翻訳を通じて情報を世界中で アクセス可能とする努力の一部であり、一つの共有された革新的な翻訳技術を通じて翻訳者がよりよくより迅速に翻訳するのを手助けすると主張している。当初 Google 翻訳者ツールキットは共同で翻訳する機能を重視する人々、例えば Wikipedia の記事や NGO のための資料を翻訳する人たちに使用されることを意図していた。しかし今日では、 産業翻訳のプロジェクトでも利用が広がっている。Google 翻訳者ツールキットの特筆性は、企業向けのバックエンドとして主流になりつつある完全なオンラインのサスとしての位置づけと、これまで主流になりきれなかった翻訳支援ツールの技術革新により、どのようにして誰が翻訳するかについて根本的な変化を予感させることである。Google 翻訳者ツールキットは、 2019年12月4日にサービスが停止された。Google 翻訳者ツールキットの作業の流れを説明すると次のようになる。まず、ユーザーは翻訳したいファイルを自分のデスクトップ PC からアップロードしたり、翻訳したいウェブページやウィキペディアの記事の URL を入力する。Google 翻訳者ツールキットは自動的に文書の下役を行う。文書を通常は ピリオドやヘッダー、過剰書きなどを手がかりに、セグメントに分割する。次に、各セグメントに対し、以前に人間が翻訳した文が利用できないかを、翻訳データベースからすべて検索する。もし以前にそのセグメントを人間が翻訳していれば、Google 翻訳者ツールキットは検索結果の中から、ランク図受けして、 最良の訳文を選び、セグメントを以前に翻訳された文章に置き換えることで、下訳する。以前に人間による翻訳が存在しない、セグメントの場合は、人間の介在なしにセグメントを自動的に、機械翻訳する。翻訳者は、自動で翻訳された文をレビューしたり改善することが、できる。翻訳者は訳文をクリックして、翻訳を修正したり、 ツールキットを表示のボタンをクリックして Google 翻訳ツールを使用することも出る。ツールキットを使うことで翻訳者は以前に他の翻訳者が行った翻訳があれば翻訳検索結果の箇所で見たり訳詞がたい単語に対する的確な翻訳を検索するために辞書タブを使用できる。それに加えて翻訳者は自分で 編集可能な多言語対応のカスタム用語集や機械翻訳を参考にする機能を使用することもできる。また翻訳者は共有ボタンをクリックすることで編集を手伝ってくれる友人を招待し翻訳を共同で行ったり訳文を見てもらうことができる。翻訳が完了したら訳文を自分のデスクトップ PC にダウンロードできる。Wikipedia の記事については翻訳者は 起点言語のページにに戻って簡単に改訂版を公開できる翻訳の際に文章をアップロードする仕組みであるため翻訳会社が Google 翻訳者ツールキットで翻訳を行うと発注元の原文と翻訳会社の訳文を第三者すなわち Google のサーバーに置くことになる日本翻訳連盟は弁護士の監修を経て会員に注意文を配布しているありがとうございます